あ、私あれなんよ。聞いて。6、7、8、9、10とずっと岡山に帰っとった。何したかっていうと、地元の友達と遊んだり、お母さんとバラ園に行ったり、そう、なんかな、家でさ、カラオケできるやん、なんか、わかる？機材みたいな。あるんよ、お父さんが好きやけさ。それで、ずっとカラオケとかしたりしとった。そうなんよ。岡山はずっと帰っとったけ、ちょっと方言が戻ってきとるかもしれん。あんな、最近気づいたことがあるんよ。なんかな、お母さんとお父さんどっちにとんかなって思ったんよ。めっちゃ突然やけど。それでな、昨日な、お父さんがな、家にさ、そのカラオケあるみたいな話したやん、さっき。そのちゃんと防音になっとるけさ、何時まででもできるんよ。でけ、それでさ、昨日夜中のな、12時ぐらいにまだ起きとってさ、それでさ、その12時だったらまだ寝れんが、でけカラオケしようって言ってな、家族でな、そのカラオケしたいん。それでな、なんか自由やなって思って、そこが似とるなって思った。 それとあとな、わしな、よくさ、ちょっと天然だねって言われることがあるんよ。でもな、お母さんがほんまにやばいんよ。お母さんがな、めっちゃ天然なんよ。でけん、ちょうど半分半分やなって思ったっていう話。すごいやろ。お兄ちゃんか、お兄ちゃん似てないかもしれん。全然似てないかもしれん。あ、そう、中原とな、遊んどったんよ。でもな、ずっとな、ずっとさ、中原にさ、なんか、お前が人を食わないことは分かってる、だけどこのまま野放しにしておくわけにはいかないんだって、全集中、水の呼吸ってずっとね、やってました。ずっとやっとったけん、もうな、相当向こうはもう疲れたやろうなと思っとる。中原とはって書いてある。中原はうちの犬ですね。そう、ずっとやっとったよ。だって家でおってもさ、鬼滅の刃見るか、その色づく世界の明日からってアニメ見るか、中原と遊ぶかやん。中原っていつからいるの？私が5歳の時から住んでる。誰が名前つけたん？私がつけた。それでは今日の相手は架橋彩花でした。さよなら。